インノケンティウス12世は、ローマ教皇。本名は、アントニウス・ピニャテリ。精錬潔白な人柄で贅沢を嫌い、中世以来のカトリック教会の悪臭であった、ネポティズムと生殖売買の根絶を目指した。ナポリの名家の出身であるピニャテリは、ローマのイエズス会のコレジオで学んだ。20代にして、 教皇ウルバヌス8世のそばで働くようになり、以降の教皇たちに仕えて、教皇大使として、フィレンツェ、ウィーン、ワルシャワなどへ赴任した。インノケンティウス11世の時代の1681年に、数奇教に挙げられ、ナポリの大司教になった。アレクサンデル8世没後の教皇選挙では、新生ローマ帝国とフランスの2つの数奇教団が、 揉めたため、双方の妥協の結果として、ピニャテッリが教皇に選ばれた。1691年7月12日、教皇インノケンティウス12世を名乗ったピニャテッリは、インノケンティウス11世の精神を継承して、教皇庁の後期粛清に乗り出した。そのためには、中世を通じて、カトリック教会にはびこっていた二つの悪臭。 ネポティズムとシモニアの根絶が必要だと考えた。1692年の直書ロマーヌムでチェット・ポンティフィチェムにおいて教皇が、親族に財産や土地、利益を与えることの禁止を明文化した。それだけでなく親族の中で、数奇教に挙げることができるのは一人だけとした。また、生殖売買の原因が社史にあると考え、教皇庁と、 好意生殖者たちの生活を質素にすることを目指した。彼は、教皇が莫大な富を持つことと親族を大量に、登用することが当たり前だった前任者たちと自分を、比べて、私の親戚は、貧しさだよと言っていた。このような教皇庁の風紀の一心だけでなく、教皇領全体の改革を推進した。 裁判や放置がきちんと行われるためのインノケンティウスのフォーラムを設置している。1693年にはガリカニスムの論議に関して4人のフランス人数奇境を追放している。フランス教会の教皇権からの自立性を唱えるガリカニスムの精神は1682年のガリカニスム4箇条によってはっきりと宣言されていた。 1699年には、ジャック・ベニンボセイとフェムロンの間で起きた静寂主義をめぐる論争では、後者の行き過ぎを批判して、前者を是としている。インノケンティウス12世の教皇在位中は、神聖ローマ帝国との関係でテンテコマイだった、前任者たちと違い、フランスとの接衝に力を入れた点で際立っている。この特に非デ自精神の強かった教皇は、 1700年9月27日にこの世を去った。ありがとうございます。